どうも、新宿アボイ金清です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい、お願いします。いや、お願いします。いや、この間さ、はい、テレビザッピングしてたのよ。はい、BS をね、うん、そしたら、まあ、演歌の人が出てきてさ、はい、演歌の若手の人が、うん、お、演歌番組やってんだと思ってみたらさ、画面のさ、右端の方にさ、演歌第7世代って書いてあった。あ、そう、知ってる知ってる。演歌にもそんな第7世代とかあったんだろう。そう、マジでさ、なんかお笑いやってるからさ、第7世代とかさ、わかるけどさ、いや、演歌、そのお笑いとかあんま見てなくて、うん、演歌しか見てない人も、うん、第7世代ってなんかテロップ出てたけどさ、うん、もう意味わかんねえじゃないですか。演歌が好きで見てる人がさ、わかんないね。演歌新世代とかだったらまだわかる。うん、わかる。若い人が出てたからね。はい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 。なんかその流れ、まあ、制作してる人がさ、うん、流れでそういう風にしたのかもね、キャッチーな感じでと思ったんだけど、うん、そうそう、完全にお笑いの第7世代に乗っかってる感じの感じのじゃん、うんうん、まず第1世代はどこなんだとかそうそうそう、演歌の人も第6世代誰なの、演歌の演歌をそういう感じで見たことないからさ、うん、だから無理くりだから世代作ったんでしょ、おそらく後からね、第7世代を基準にして、だからその収録してる時は多分言ってないでしょ。俺って本当ザッピングしててさ、うん、見てなかったから内容とか分かんないんだけど、あ、いや結構ね、第7世代って結構前から言ってるよ。あ、言ってるの、うん、あ、そうなの。俺結構前に何かで見たもん、うん、第7世代って、演歌第7世代、うん、そういうくくりができてんだ。そうそうそう、あ、そうなんだ、言ってるんだ。演歌もこれ乗っかってく、こういうくくり作ってんだなって思ったのが結構前だから、うん、前からある。お笑いとかはさ、なんか第三世代とかってさ、そうそうそう、っていう言葉を聞いたことあったからさ、うんうん、分かったけどさ、演歌でもそんな世代間のさ、そんな話とか全く聞かないからさ、うん、だから誰なんだ、第6世代。第6世代って大江さん、大江豊君。ああ、第6かな、あのあたりはね。あの人若いでしょ、でもあの人も第7世代だよ、若いから。いや、カラクリテレビから出てきてさ、だってカラクリテレビはもう10年、子供の頃から出てたじゃん、うん、10年以上前だったら、まあ30もなってないでしょ、今、あの人。20代前半とかでしょ、大江さん。でもデビューが早いから、第6じゃない。6.5 かな。お笑いもよくわかんないじゃん、そもそも。第1話だよ、北島三郎さん。いや、じゃあもっと上になるんじゃない？だから第1をどこに置くかだよね。藤山一郎さんとか。演歌じゃないのかな、藤山一郎さんは。青い山脈とかね。でもさ、例えば北島ファミリーで考えてもさ、うん、初代がじゃあ北島さん、はいはい、三郎さんだとしてさ、うん、にで第二世代が、ねうん、ジョージさんとかでしょ、うん、山本ジョージさん、ジョージさんとか、うん、第三世代が小金沢さんとかなのわかんないけど、そうやって細かく、ね、北島ファミリーだと第7世代ぐらいはなりそうな感じ。そうね、原田ゆりさん、ゆりさん、この女性のね、はい、北山武さんですよね、うん、もう若いんじゃないのって、北山武さんなんて第5世代とか同い年ぐらいでしょ。そう、40代ぐらいじゃない。第6世代になるんじゃない。第6世代和田誠二さんという方もいらっしゃるわ、あの、北島ファミリーに。和田誠二さんは第4世代だな。そうですか。すごいなと思った。だからどこを基準にして、第一世代をどこにして第7まで持ってってるかは分かんないよね。他にもあんのかな、そういう世代でくくってんの。でもそんなのさ、もう無理くりでしょ、無理くりやってんのかな、うん、だって結局第3世代っていう言葉があって、うん、なんだか世代っていうのはそこからでしょ、うん、で逆算で、うん、じゃあドリフと金ちゃんは第一世代、あで漫才ブームとかあのひょうきん族、あの辺が第二世代だっていうことは第三世代、ダウンタウンちゃんなんちゃんとんねるずっていう。で今回の第七世代もさ、なんとなくのさじ加減でしょ、それで7だなって、なんとなく雰囲気でね、雰囲気でね。だってもう少し噛み砕いたら、あ、第8世代だって言ってるかもわかんないしね。もうお笑い第7世代もあんま聞かなくなってきてるから、もう聞かないからね、うん、それもあって演歌第7世代って書いてあったいや、でしょ、なんだろうなって思っ
俺多分ね知った時はまだ第7世代って言ってるぐらいの時だったから、だからそれをずっとやってんだろうね。やってるのかな、再放送かな、もしかして。いやいやいや、それでやってんのかな。うん、うん、一応それくぐり作ってんじゃない、なんとなく。うん、中華料理人とかって第7世代まであるのかな。第7世代とかいいのかな、中華料理。ああでもあるんじゃない。初代は陳建民さんだろう。陳建民じゃもっと、もっと2代がシュートミトクだろう。いやそれだってさ、3代サンデーが陳建一さんでしょ。陳建もうそっから出てこない中華料理。中華ね。中華。金満腹さんは？金満腹さんは第二世代だ。それは周囲の富徳さんとやってるのは。そうだね。確かに確かに。そう、中華料理誰だろうね。大名、大名家の人は違う。大名家中華料理じゃない。中華料理じゃないか。洋食だよ、洋食。今若い料理人の人はあんまテレビ出てこないもんね。そうだね。中華ね。中華でね、うん。和食の人はあれさ、うん、ノンストップとか出るじゃん。あの、あ、はいはいはい。なんだっけ名前ちょっと。うん、はい、まあ。和食のだって初代は道場六三郎さんでしょ。うん、第二世代。第二世代が出てる。二代目の鉄人が出て、鉄人で考えてる。いやだからね、そうそう、そういったら何とでも第7世代って作れるよね。うん、俳優とかも無理だもんね。うん、第7世代将軍とかの江戸幕府将軍、うん、いや漫才協会だって無理くりうちらを第7世代ですって言うんだったら、そこから逆算してこじつけでやれば第7世代になれるか、おそらく。そんなでもな、第7までも分かれてないよね。でも、戦、だって元戦前から行くの。戦前からなんてなかったでしょ、漫才協会って。漫才、帝国漫才そんなあったの。そうそうそう、帝国が。いや、俺なんとなくウィキペディアでしか俺もわかんないんだけど、だから昔は漫才教団って言ってたからね。うん、いや、だからどこを第一世代にするかだけど、コロンビアトップさん、初代だとし、世代でももっと前いるからね、絶対。うん、稽古師匠だって第一世代じゃない。稽古師匠が第一世代なのかな、そうなると、うん、そう、稽古師匠第一世代だってもう第二世代が、うん、おぼん・こぼん師匠、球児浩二師匠。そうでしょ、そんなもん。いや、これね、第二世代違うわ、ナンセンス師匠が。あー、そうなの。うん、トリオブームの時だからね。だからナンセンス師匠、その後、うん、第三世代が球児浩二師匠。まあ、おぼん・こぼん球児浩二師匠。おぼん・こぼん師匠の後だから、うん、その後が、第四世代が、一歩散歩師匠。ビッグボーイさんとか、一歩散歩師匠。第四ね。第四。で、第五、いや、難しいな。第五えぐみさん。第五えぐみさん。でまあその世代はもうだってごっそりえぐみさんぐらいしかないもんね、あの世代は。まあだから抜群さんとかね。うん、遅いけどな、入ってきたの。入ってきた人は遅いのに急に第五世代いるんじゃない。そっかそっか、じゃあまあえぐみさんがね。じゃあこれだから第6をどこにするかですよ。もう第6誰だろうな。誰だろう。でも幼少さん、幼少さん、ロケットさん、第 6? いや、じゃあロケットさんも別に。 うちらは誰と一緒なの。え、そもそも漫才協会で誰と一緒なの。うん、だナイツよりは10年遅れてるわけね、入ってるのは。あ、漫才協会入ったのはね、ナイツさんとかね。ナイツ、まあそれこそ幼少さん、ロケットさんの後入ってるから、うん、その後の世代でしょうね。
だからもうその後、だから第6世代がそのあたりですよ、はい、だからもうで、第7世代、はい、いいんじゃないですかもういいんじゃないですかまあどうでもいいですね、どうでもいい話後半の漫才協会入ってからもうどうでもいい話いや、どうにかして第7世代にしようとしてしてどうなんだって話、そうなんだって話なんだけどで、急にうちらの漫才協会第7世代だとかっつって乗っかる遅いだろ今更今更まあ、一応なんかそういう基準ですね。ありがとうございました。変化第7世代、頑張ってください。ありがとうございました。はい